CPU かな。おはようございます、こんにちは、こんばんは、俊平太と申します。今回は以前直したランページ5の動作確認を行っていきたいと思います。まあ CPU の動作チェックも含めているので、その辺もどうなるかというところになります。では実際に作業していきましょう。どうぞ。まずはジャンク CPU が3つあるので、まず1つ目、 Core i7 の 5930K、 これからテストしていきます。一応この CPU は動作未確認ということで1万円で購入しました。ではまず電源を入れていきます。いや、エラーすら出ない。ではまずこちらのジャンク品、ジオン E5-2699V3、 こちらをテストしていきます。では行きます。はい、 CPU エラーで、どうした。いや動かない、まあ、こんなもんか。じゃあもう一個同じのです。一応別の型になります。では行きます。ダメか。CPU かな。ダメだ。一回諦めるか。いかがでしたでしょうか。いや完敗でしたね。いや完敗でした。まあ、結構前に公開したヤフオクのジャンク CPU は危険という動画はこの布石になっていました。まさか3個買って3個ダメとはね。まあしょうがないですね。まあ、次回は新しい CPU を入手してどうなるかという検証になっていきます。あくまでもマザーボードは使用できていて、 CPU だけ使用できてないという前提のもと進んでいきますので、マザーボードが使えていなければ新しく買う CPU 無駄になってしまいます。なのでマザーボードは動いてほしいですね。残念でした。今回の動画少しでも面白かったり参考になったりしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。